大丈夫。今日の審査書類のチェックも抜かりないわ。いつもお疲れ様。これでいいかな。指揮官、コーヒーよ。冷めないうちにこれで体を温めて。自分のことを信じていて。青き海の平和のためにあなたがしてきたことはきっとそれにふさわしい価値があるわ。大丈夫、私はここにいるわ。略式処罰、聞いたことがある。大丈夫よ、心配してくれてありがとう。未完了の任務、私に手伝えることがあったら何でも言って。任務をこなしたようね。ボルシチでも飲んで少し休もう。手紙が来たよ。気持ちが冷めないうちに返信をしたためたら。おかえり。さっきの戦闘で少し濡れてしまったようね。風邪をひくから一度着替えた方がいいと思う。手を貸して。委託組が戻ってくるそうね。母校まで案内してくるわ。次の戦いに備えましょう。恐れよ、そして続け。素晴らしく、そして心温まる勝利ね。私は倒れてもいい。でも仲間だけは。溶けなさい。持ちこたえて。やっぱりチャパエフのようにしつけてあげた方が適切なようね。夜の母校は寒いわ。そしてそんな夜の母校をわざわざ歩く指揮官にはきっと何か訳があるのでしょうね。よかったら私に教えて。またここで会えたわね。大丈夫？寒くない？体のことはもちろん、指揮官の心のこともずっと温かいままで健やかなままでいてほしいわ。よしよし、いい子いい子。朝目覚めたらまたみんなの頼れる指揮官に戻ってね。それまでは私のそばにずっといていいから。今夜の月は綺麗ね。この心がポカポカする感触、指揮官と一緒の時だけみたい。悩みも弱みも見せてくれた指揮官のことをずっとこうして見ていてあげたいな。もう少しだけこのままで。今は私より月を見ていて。指揮官、心に銘じて。人生があなたを裏切っても悲しんだり怒ったりしないで。私はずっとあなたのそばにいて、雪が止み空が晴れるまであなたの心を温め続けてあげるわ。